誰ですか？のぞみ。私はあなたを迎えに来たのよ。私を迎えに。そう、あなたはあの女のニエの血を引く家の子だから。そうでしょ、ミカゲ。はい、姉様。私たちと行きましょう。待ってよ、私全然わからないよ。あなたたちは誰？ニエの血って何？行くって一体どこに？あら、あなた本当に忘れてしまったのね。知らないのね。
本当に何にも知らないのね。あなたは特別な血を引いているのよ。それがニエの血。ニエの血。あらゆる呪術で使われているように、血そのものに特別な力があるのは知っていて。力の血であり、命の血。形ある肉の一部でありながら、形のない玉の一部でもあるの。すなわち、両義を生む大極。万物の根源。とこたち殺地、かぐつちおろち。血は神そのものを表す言霊。だから人は血を捧げるのよ。ニエの血を。血には規制があるのよ。あなたの血はね、とても純粋で尊い。ヤシオリの酒が主様の塩素を酔いつぶしてしまったように、とても濃くて強いのよ。ヤソヤオヤチの人の血を飲み干してもなお釣り合わないほど。神でも物でも何でもいいわ。あらゆる人でないものはあなたの血を飲むことでより大きな存在になることができるの。より大きな。そう、強い力を手に入れられるの。だからとても特別なの。だからみんなが欲しがるのよ。そして奪い合いになる。この土地には強い封印があるから、ここにいる限り外のあやかしに嗅ぎつけられることはないけれど、だから血が絶えず今まで残っているけれど、今も昔もニエの血の持ち主は珍しいのよ。誰もがあなたのように血の匂いを隠せるわけではないから。わかるでしょ？隠れないと、逃げないと。鬼に捕まったら食べられてしまうのよ。
つづらちゃん？大体ですね、ケイお姉さん。私は鬼切りの頭をつぐみなんですよ。一般人のお姉さんを置いて私が逃げてどうしますか。知らん？まだ内定程度ですけどね。それで？大したものね。その若さで縁の行者と同等の力を持っているというの？私自身には何の力もありませんけど。従えているということは、あ、お花を恐れているみたいですね。そうみたいだね。昨日も赤い蛇とかをやっつけてくれたけど、つづらちゃん、鬼切りの頭の内定者として何かそういうこと知らない？一番恐れられている白虎といえば、白面金毛九尾の大妖狐で、顔だけですし。やっぱり普通にお稲荷さん。とりあえず、なんだか知りませんが、お花に任せましょう。Thank you.
足止めを。はい、姉様。何を。